じゃあ、いいっすか。はい、皆さん、はい、こんにちは。ちょっとマスクね、外して、ちょっと素直で今日はやらせてもらいます。ここまで飯坂のですね、まあ、名所というかね、旧堀切邸。で、まあ、堀切さんっていうね、ちょっと私も知り合いいたんですけど、ここはなぜ有名かというとね、やっぱりこう、ある意味で飯坂ではですね、まあ、お金持ちっちゃ変ですけども、まあ、代々のね、名家として、いろんなね、やっぱりこう、ありますんで、まあ、この中でですね、今日はちょっといろいろご紹介したいと思います。それからですね、ちょっとこちらの方にご案内します。ここに、こう、石をくくったような感じですね。これ、お地蔵さんがあるんですね。で、まあ、ここにですね、こう、帽子をかぶって、こう、いますけど、これがね、桑原さんのお母さんがですね、こう、編んで、それでここにこう、まあ、なんていうんですかね、こう、やってあげてる。で、まあ、これね、こういうのもあるということで。まあ、ご本人もね、そういう意味では、まあ、ここに、なんていうのかな、やっぱりこう、親しみを感じてきたということで、今日はこれ、ちょっと、じゃあまあ、中に入りますか。はい。で、この、堀切さんっていうのは、この辺一帯を、まあ、治めてたっていうか、いわゆる、昔でいう豪農だったんですね。うん。非常にね、立派な、建物。土産さんもあるんだね。ありますね。ご覧ください。本日風邪ここにありますか、これ。このね、中に入っていくと、うん、あ、もっとあるんまた、ね、ああ、いつもね、自分撮影してるポイントなんかも、ね、あるんで。あ、立派な、またすごいね、この木ね。そうですね。何百年という。うん。ああ、そこね。ね。足湯があったり。うん、まあ、この間ね、入った足湯と違って、ここはね、比較的温度も低いし、入りやすい。ここ、福島区指定有形文化財、平成19年だね。ですね。建てられたね、これね。うん、まあ、この辺ものすごい広い屋敷なんだよね。ですね。じゃあ、あっちの方に行って。え、いや、広いね、本当にこれ。すごいよ。そうですね。まあ、今日はね、平日なんで、まあ、比較的観光客も少なくてね、まあ、撮影するにはちょうどいいのかなと思いますね。これまあ、何組かして、今、出てきましたね。やっぱり、ここ何組か来てるんだね。よく自分撮影したの、そこのベンチっていうか、ええ。まあ、そこで行きます、ええ。そこで。俺も足湯もあるのか。ええ。ここの足湯はね、比較的温度も、まあ、低めで入りやすい足湯ですね。こんな暑かったね。で、私とね、あなたが一緒になってこう戦ってきたね、こう福島の緑と水を守るためですね、こう自然を保護する。これまさにね、こう自然を保護するっていうのはね、これやっぱりどう考えたってこれ欲の思想なんだよね。ですね。うん、だから。そういうものをね、今度のチラシの中にもね、やっぱりこう太陽光発電にも反対する。やっぱり自然破壊につながってくるよね。うん、だからそしてやっぱり農業と自然を守る。うん、いや、これ一番大事です、ね。うん、で、その伝統文化をね、守るって我々よく言うというじゃないですか。うん、その伝統文化って、まあ、この間の田植えをね、うん、手伝いに行って、ここでも言ったけども、
やっぱり皇室と天皇陛下がさ、まず何をしてるかって言ったらさ、伝統文化を守って、その伝統って何だかって言ったらさ、それはやっぱりね、あのちゃんと田植えをしてさ、で秋には稲刈りをして、でその稲刈りしたやつを結局ね、まああの新嘗祭で、まあ新嘗祭って今言わない、勤労感謝の日でね、紙にやって、それで祈りを捧げる。だからね、そういうものをね、やっぱり我々がね、きちんとやっぱり守っていかなきゃダメですよね。やっぱね、そこを継承してこその、そうそう、うん、だからね、一体そういうことをやってるね、市議会議員がね、他の市議会議員がそういうことをやってるのかと、だからいや私はやってますよと、それで堂々とね、それは派遣、あの言ってね、叱るべきなんだよね。日本の伝統文化を守りますと、それは具体的にこういうことですと、私はそれをやってますと、で他の候補者がね、それをやってるとはね、到底思えないと、だからそこが違うところですと、これね、やっぱりね、しなくない、ガッチリ言わないと、ね、なるほど、いや本当ですね。そうそう、やっぱね、国体の基本になるものっていうのがやっぱり農業であるし、まさにね、今まで磯戸先生自身が農業に長年携わってきたということもあるんでね、やはりその言葉のね、端々にね、すごく重さを感じますよね。質問の最後、結局しどろもどろで、その要領を得ない、まあ、答えしか返ってこなかったんで、じゃあ分かりましたと。じゃあ私は、じゃあここにね、書いてないこと、当然、まあ、この資料を熟読した上で、コンプライアンスを守り、そして、禁止事項、これは、厳守した上で、ここに書かれてないことは何でもやっていいと。私は、そのように理解しますと。そうだね。ええ。ですよね。で、そしたら、もう、その、職員の方、何も言えなくなっちゃった。まあだからね、ほんとさっきも申し上げた通り、まあ今回はね、福島市における日の丸世直し選挙というね、銘打って、これを、うん、ね、戦っていきたいと、ね、思いますんで、ね、皆さんよろしくお願いいたします。